日本九州地方宮崎県日向市細島細島は宮崎県日向市東部にある地名である。行政地名は大あ細島で、地域内のあざなには宮の上、高田方に、八幡、田、正田向け、地蔵町、吉野川、清正、八坂、伊勢がある。細島半島にある米の山北緑に位置し、北側には入り江の深い天然の良好があり、東部は 日向灘に面している、重要港湾である、細島港のうち、細島商業港が帰属する。古くは、江戸時代以前から、江戸や大阪と、東、九州を結ぶ、交易の中継地として発達し、明国寺庭園や宮崎県で現存する最古の木造住宅地区であり、西南戦争の際に、有リ川政党総督の本営が置かれた、旧、摂津屋をはじめ、 有形無形の文化財が多く存在する。日向国薄木郡細島、東薄木郡細島町、町村制の施行により、宮崎、油津、延岡、都の城とともに、宮崎県で最初の調整施行を経て、1937年道郡富高町と合併して、富島町大技細島となり、1951年からは、日向市大技細島となる。 地名の由来は、ホシ島から転化したと伝えられ、神武天皇に関わる伝説がある。クルスの海、クルスはポルトガル語で十字のい、t ある人、ありがとうございます。